どうもマムです。今回ですね、この冬に向けてすっかりね寒くなってきたこの時期ですが、冬用のスニーカーをですね新しく買おうと思って、今流行りのねブランドからですね新しいスニーカーを買ってきました。お値段的にも税込みでね1万1000円とめちゃくちゃ安いけども高見えするトレンドのデザインのねスニーカーを買ってきたんでね、皆さんに共有しようかなと思います。で、僕はね普段低身長男性に向けたファッションのねノウハウをこんな感じで出しているんですが、低身長目線から見ても身長漏れるっていうね点でも結構おすすめできる靴ですので、ぜひですね楽しんでいっていただければ幸いです。じゃあね早速本編どうぞ。今回買ってきたのがこちらですね。このロゴマークを見てもう分かる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ムーンスターからね買ってきました。ムーンスターのね説明とかもしたいんですが、まずですね靴を見ていただきましょう。ちょっとね一度もう履いちゃってるので若干梱包が適当なので梱包はカットしますね。結構ちゃんと梱包されてきてます。今回買ってきたのはこちらですね。こちらムーンスターの8テンスのイーグルというねモデルを買ってきました。かっこいいですよね。でまずねムーンスターのね説明をしていきます。ムーンスターとはですね靴のねスニーカーのブランドの名前でございまして、皆さんもねどこかで見たことあるかなと思うんですよ。僕は確か中学校とか高校の体育館シューズがムーンスターやったような気もしますね。あとはこうコックシューズとか看護師さんの靴とか、そういった学校とか仕事場とかでもすごくね幅広く知られている靴のメーカーでございます。ちょっとね用意していた台本を読むんですが、ムーンスターもね歴史もすごく深くて日本の久留米のシューズブランドでございます。でね老舗中のね老舗で1873年ですね、倉田これ運平かな、運平さんが土屋旅店として座敷旅作りを始めました。で1911年にいろは旅製造開始をされます。1917年に土屋旅合同会社を設立されまして、その後に1928年ですね製品の世界進出を目指して月越印運動靴製造開始ってことで、こっからですねムーンスターが多分ね始まりましたね。1928年月越印、その後もねいろいろありました。1958年には南極観測隊に特殊防寒靴を製造寄贈されたり、1962年に月越ゴム株式会社に社名変更されまして、2006年に株式会社ムーンスターに社名変更をねしてますと、月星印から月星になってムーンスターということで、まあ、歴史が深すぎるメーカーさんでございます。すごいですね。ムーンスターといえばですねバルカナイズ製法をね用いたスニーカー作りをねされていまして、バルカナイズ製法とは生ゴムに強を加え熱反応によりソールとアッパーを接着させる方法のねことを指しまして、手間がかかるんですが丈夫なね仕上がりとね美しい風合いにしてくれる製法でございます。でこのねバルカナイズ製法を日本でやってるところはかなりもう少ないみたいですね。この辺がねバルカナイズ製法ってことなんですよね。確かに接着面すごい綺麗な気がしますね。でそれはうんくて、この靴はムーンスターの8テンスっていうねラインの靴でございまして、今まで培ってきたムーンスターのノウハウを引き継いで普段使いしやすいね靴を作ろうってことで8テンスっていうラインが生まれました。でね8テンスって810S って書くねんけども、その名前の由来が日本語のねあの腹8分目から来ているそうです。なんでまあ腹8分目がちょうどいいって言うやんか、だからちょうどいい靴を作ろうってことで8テンスにねされているそうですと。そんなね8テンスから出されているですねこちらの靴がですねイーグルというモデルの靴でございます。変わったねこちら、まあ結構厚めのソールとフロントのねジップがついてまして、内側がゴムになっていたりと、で結構生地もねすごく分厚いと、かなり変わった見た目をねしておりますね。まあ近しいもんで言うと OAO のスニーカーとかが近しいかなとも思いますけども、こちらイーグルがですねさっきも一瞬触れたあの南極観測隊にさ靴を支給した経験もまああるんですが、そのノウハウをね使ってるんかは知らんけども、雪とかで降る、まあ、寒いとこ用のシューズでございます。こちらアウトソールはですね氷上でも滑らない白
白熊の足裏からヒントを得たガラス繊維配合ラバーを搭載し、優れたグリップ力を発揮というね説明が書かれているんですけども、確かに今日一日ね履いてみたんですが全然滑らへんくて非常にね歩き心地が良かったです。でこちらアッパーにねジップがついているんですが、この甲周りは全部ね撥水加工を施した生地になっております。なので、まあ、表情活動でね必要な要素をこのねシックなデザインに詰め込んだ一足でございます。こんだけ歴史も深くてこんだけ要素を詰め込んでいて1万1000円税込みで安すぎる。でこの一応ねレザーっぽいこの周りがシンセテックレザーって言って、まあ、いわゆる合皮にはなってくるんですが、良くも悪くもねレザーには見えないです。なんかこういう布っていうか良くも悪くもそもそもレザーには見えないんで、なんかこれ合皮で安っぽいなみたいな、そういう見え方はね全然しない一足でございます。最近はね海外メーカーも SDGs の観点からねスニーカーに関しては合皮が増えてきてるんで、たとえ合皮見えしても何ともまあ思わない方も増えてるんですが、この靴はそもそも合皮にさえ見えへんっていうのがレザーなんか分からへん、そんなね質感ですので全然安っぽく感じないですね。2回同じこと言っちゃいましたが、質感はねこのレザーの部分はなんかゴムっぽいですね。いやーこれはすごいいいですね。こちらカラー展開がですね黒と白ありまして、今回黒を買ってきました。全体的にブラックですが、このレザーっぽいね合皮のとこがグレーっぽかったり、このねフロントのジップの撥水加工をしてるところがちょっとあのグレーっぽかったりと、素材が変わってってますので、こうね単調な黒じゃないってところも気に入ってます。で 26.5cm ですが 2E なのですごい幅広ですよね。いつもあのナイキとかニューバランスのスニーカーは D が多いんですが、今回 2E ってことで非常に日本人でね向けた足の形でね作っていただいてますと。でまあ20なのでねすっごいあったかいです。なんで夏場は正直ねもう胸に蒸れて全然おすすめできへんけども、秋冬に履く分にはすごいねかっこいいしあったかいしおすすめできる靴でございます。足が当たるところはくるぶしのところはふかふかになってますね。肌触りがなんかねあのちょっと肝したタオルみたいなハンカチみたいな、非常に肌触りもねいい作りでございます。脱ぎ履きする際もここのねアキレス系のところに指を通すようなところがついてますので、これをねこうグッと入れてもらって引っ張るとね脱ぎ履きもできるんで、すごく履いていて快適に感じる靴でございました。で僕はねいつも27センチとかをねニューバランスとかは履いているんですが、今回ね26半にしました。ただ26半でもねちょっと大きかったので、まあ、インソール入れてねサイズを調整しようかなと思ってます。なんで僕みたいにこう幅広高高が原因でサイズニューバランスとかその海外メーカーのサイズを1センチぐらい上に持っていってる人はもちろん幅広具合にもよるんですけども、意外とねジャストサイズ買っていただいた方がサイズ感はしっくりくるかなと思ってます。僕前もねムーンスターの8テンス買った時に26半買ったからちょっと大きかったんですけども、同じ失敗をね2回繰り返しましたが、中にねインソール入れて身長もやると思ったら全然ねむしろプラスですね。じゃあこちらをね実際に履いていこうかなと思います。じゃあまず右足だけ履いてみてどれぐらい身長漏れるかっていうのをねやっていきます。今右足だけ足を通しました。膝を曲げてるんですが、伸ばすとこれぐらい変わります。4センチぐらいは漏れてる気がしますね。4センチぐらいは漏れます。なので、まあ、低身長にも安心しておすすめできるスニーカーでございますね。ただまあ僕ちょっとサイズ大きく買っちゃったんで安定のインソールを入れて調整していこうと思うけれど、一旦ねこちらインソールなしでね履いてみました。いかがでしょうか。上下はね先日発売したシウンのウールコンのブルゾンとファティーグパンツのセットアップで合わせてます。こういうねカジュアルというかこういうセットアップにこういうねスニーカー相性いいっすよね。なかなかいい感じだと思います。僕ね今日もこの格好で奥さんの結婚式がね今月11月にあるんですが、その時にね着るドレスが完成したので今日この格好でねドレスを見に行ってました。服がねあったかいのはもちろん靴もねあったかいともうぬくぬくでね行きましたね今日は。はい、こんな感じです。いいですね。履き心地に関してはクッション性もね十分あり、プニプニクッションというよりかはしっかりこう地面をね捉えてくれて跳ね返してくれるような固めの着用感ではあるんですが、まあ、それでも最低のクッションがあって、例えばこの靴で1日立ち仕事をしても疲れなそうな雰囲気は感じます。いいですねこの靴、かっこいいし滑りにくいし履き心地もいいと、で脱ぎ履きもしやすいと。一つデメリットというか気になるポイントを言うと、靴のサイズが大きいからか歩いてるとたまにジップがねちょっとだけ下に下がってて、なんかよりこうブカブカになっちゃうみたいなことがちょっとだけね 1,2 回だけあったけど、普通に直しちゃいいんで許容範囲ですね。いかがでしょうか。さっきもねちらっと言いましたが
こういうあの靴を履くときはどこかこうカジュアルというかスポーティーな要素も入れたかったので、少しねスポーティーな印象もあるこの形のねフルジップのねブルゾンを羽織ってますと。でまあ生地がねウール混んで、まあ、切れ目な生地をしてますので、子供っぽくねなりすぎてない格好にしてます。で、ね、セットアップのファティーグパンツと、こういうボリュームのある靴は結構ボリュームのあるね太いパンツと合わせたかったので、このセットアップのパンツと合わせてます。このまあファティーグパンツとねこの靴のこの武骨同士というかなんかごつい同士の合わせいいですよね。で全体的に結構カジュアルになりすぎないように切れ目のこちらウールコンの生地とメガネをつけてですね、切れ目な印象にもしております。いかがでしょうか。このコーデはすごい好きですね。力の抜けているアラサー男子の休日みたいなこの雰囲気がすごく好きな1コーデでございます。いかがでしょうか。今回こちらちょっとあのカジュアルというかスポーティーっぽいコーデだったので、少し雰囲気を変えた発想を変えたねコーデも組んでみようかなと思います。次はねこちらインソールを入れてみようと思います。コートでね切れ目なコーデにしたので、インソールを入れてね身長をモリモリしていきます。2センチのインソールを入れました。これでねまあサイズ感もぴったりだし身長も盛れて一石二鳥ですね。次のコーデはですね、先日から発売したコートと、あとはね近々発売するかであろうこのねパンツを合わせました。このパンツとコートがねセットアップのアイテムでございます。トップスがねシウンで去年発売したスキッパーニットを合わせて超切れ目で、足元だけで、ね、こちらスニーカーでちょっと外しちゃうような雰囲気にしました。いかがでしょうか。いいですね。このやっぱ全身グレーの切れ目で、靴だけちょっとねテックっぽいけども同系色やし、まあ、靴もねレザーっぽいね合皮が入ってますので、少しバランスもね取りやすいですね。こういうコート合わせてもかっこいいですね。このセットアップコートとのパンツのセットアップ、色系グイですね。めっちゃかっこよくないですか。いい感じですね。次はねこの靴といえばやっぱこんな感じのコーデやってみるんで、次の方でいきましょうか。一応このコーデに関しては絶対にいい匂いがするエリートサラリーマンの休日でした。はい、次はね僕が一番したかったコーデはこちらです。こちらねスティーバーランベッチュのモーフィットっていうブランドのね、こちらなんかイージーパンツウールやねんけど、なんかねスウェットパンツっぽいシルエットと雰囲気に、生地がウールだから切れ目するっていうね大人のスウェットパンツみたいな雰囲気のパンツに、今回ですねこちらさっき紹介したスニーカーを履いて、足元がすごいね運動しますみたいな、でも靴もレザーが入っててパンツもウールやから上品というね。アウターに関してはシウンのパッファージャケット、このジャケットも生地が結構起毛していて、若干まあスウェードには見えへんけど、まあ、スウェードみたいな雰囲気は感じつつ、生地もねほぼほぼコットンとナイロンの起毛した生地をね使ってますので、このウールとかの起毛感もね少しマッチしてて、なおかつね何にしろこれ動きやすいで、僕はこのコーデでお散歩や友達と遊びに行って、こちらカメラを持って行ってこうやってね友達をカチャッと撮って、うわ今日も楽しかったな言うて帰ります。いいっすね。なんかすごいねこのコーデはめっちゃなんか力抜けてるけども、でも各アイテム全部高級感はあるっていうね、このバランスがねすごい好きです。いやいいですね。今は28歳で、まあ、30をねあと2年後に迎えているんですが、そんなねアラサーが履いても全然かっこよく大人っぽく見える、でも1万1000円っていうねなかなかいいプライスのスニーカーなので、ね、ぜひご検討ください。もちろん案件じゃなくてね普通に買ってよかったなと思ってます。こういうねフロントジップの靴ね僕結構今ハマってて、もう一足ね新しいの買ってるんで、またそれはね別で紹介するんで、お楽しみにお待ちください。ということで今回ねご視聴いただきましてらっしゃる、ね、こちらねエイトテニスのね靴を紹介してきました。かっこいいですね。このチャンネルですね、普段は低身長男性に向けたねファッションのノウハウを出しているチャンネルでございまして、あとはね低身長男性に向けたシウンというねブランドも運営しています。日本中の低身長男性をファッションを通してかっこよくして、低身長イコールねかっこいいというね新しい常識を作るために活動しておりますので、ぜひですね応援をお願いします。ではまたお会いしましょう。以上アルミでした。バイバイ。